でもこんな山奥でさ、うん、どうしてこんな登山道で抹茶と羊羹なんだっていうね。すごいよね、よく上がってきたよね、あれ、あの一式担いで。すげえよな、茶屋だよ、本当に。ないないない。この抹茶独特の苦味が柔ら優しい。ああ、大勢渋いとか言っちゃって。まあ、まだまだだな。今日は地元のイベントの千通山のイベントかな、お祭りで、荷物を持って今千通山のてっぺんに来てます。映りたいって。あ、いいけど動画だよ今。何？ YouTube にアップするよ。うん。分かった分かった。分かりました。これでは、ネタ神宮球児篠田康夫。まあ、何かいるんだね、球児さんが。まあ、これから千通の準備か。まあ、地域の行事の一環で、今日は農業研修じゃなくて、まあ、この先祖総裁の荷物の担ぎ手になって今来てるけれども、まあこんな場所もあるんだね。あとはそうだな、やっぱり地域に届けていくならこういうところは顔出さないと、そのコアなところが農地とか空き家とかね、全然それ分かんないからね。まあ、こういうところで分かる部分の方が絶対多いから、やっぱりこういうところは出た方がいいと思ってるんだけどな。これからどうなるんだろう、どうしようか本当に。